ってる音を鍵盤で探ってっていうのが多分できるので、耳コピの方が多分すげえな。みんな多分本アカパッパ合わせるとき耳コピですよね。楽譜ないから。おお、もう勘弁して、ね、俺勘弁してくれたもん。数字と弦で表してくれへんかなと思って。みんな適当に入っていてセッションでなんか固まっていきますね、うん、あれすごいと思います。俺だからもうその俺がついていかれへんのを見た時に松浦志也がまたかこいつほんまあのなんか書くもん顔に出ますもんね。これ言いまいな、こうやってやって、これあのシャブリスト、こうやってこうやってやってっつって、で俺にはこんなんな、ユーザー仮にはあのこれな同じベースやぞまあ俺はね補欠やから。でも森田兄さんもね、ああそんな松浦兄さんに言われても「おう」って言って、あの素直にこうやって練習してる姿めっちゃ可愛いですよ。いやおかお前あんなとこでさ「何のお前これ!」って俺言い出してみいな、むちゃくちゃなるで耐えて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 よ、ちゃんと練習して、ああビクビクしながら弾いて、ああもう嫌だ嫌だ、でもこれはね小銭を稼げてね大事ですよ、うん、小銭これいくらもらえんねんと思ってるよ、これいくらもらえんねんよなこんな辛抱して黙ってそんなことないです、必要ですよ、おまかに森田兄さんは。いやいやいや、まあまあそう言っていただけたらね、はい、ありがたいんですけどね、補欠ですけど補欠かいまあまあちょっとこのコーナー行きましょうか、はい、リコメンデーションスイーこのコーナー、ゲストのことの写真を紹介するコーナーでございまして、ね、あちらの方の大きいモニターにご注目ください。まず1枚目こちらです、ドン。はい、行ってまいりました。また山がある、相変わらず登ってはりますな。はい、はい、もう毎年1つ大きい山、何か大きい山1個は登ろうって思って、はいはい、タイミング合えばなんですけど、はい、今回は去年、去年派手な服やねこれ北アルプスのつば九郎岳っていう、つば九郎岳、はい、北アルプスの女王って呼ばれる、お、山に登ってきました。綺麗やな、めっちゃ綺麗なんですよ。えらい天気に。槍ヶ岳っていうのが北アルプスのなんかこう王様みたいな感じで、はい、トゲトゲしいんですけど、はい、この北アルプスのつば九郎岳ちょっと丸みを帯びてて女王みたいな、おで、もう山頂まで行ったらアルプスが一望できるんですよ。はぁ、南アルプス、北アルプス、中央アルプス、パッパッパーやね。おへぇ、行ってきました。もう三大階段あるのこれ。あ、これはもう山頂、あの後ろに見えてるところが山頂なんですよ。はい、はい、あそこが、はい、あの上が山頂です。あそこまでは行かない、行けないの。あ、行きました。あそこも行ったの。行きました。あそこまで行ったのに、その手前の写真な、これ。その手前の写真です。なんでやねんおいあそこに行って写真撮って聞いてくれやな。え、これおで階段はなんでこのとこ階段あるの。この階段は山荘。え、そこまでずっとエレベーターがあってずっと上がっていってこう階段降りていってとかじゃなくて、3000メートル級や。3000メートル、はい、はあ、そうなんです。でも北アルプスの三大急登って言われるぐらい、はい、急登なんですよ。もう何です、急登期湯が沸いてんの。沸いたろか。急勾配。坂道が急勾配。はい、お、確かに後ろの人あれ落ちてきたもんね、ちょっと。はい、その分ちょっとしんどいんですけど、はい、山頂まで登ったらもうすっごい景色。ただただまっすぐ、まあ、直線で歩こうと思ったら大した距離じゃないけど。もうね、ピーンと登っていく。3キロメートル。次の写真がすごいな、これ。これ誰と言ってるの、これ。これはいつもの友恵です。ああ、この間落ちてた。はい、山友の。じゃあ続きまして、はい、次も写真。もうこれすごいね。うわあ、これが右の上にピューンと出てるやつが、はい、あれ槍ヶ岳なんですよ。槍ヶ岳。私登ったんですよ、あそこに。え？すごくないですか、こう見たら。いや、すごいっていうか、その地上から見せて欲しかったその山頂から見せられたらその凄さがあんま分からんけど、つば九郎岳から見る槍ヶ岳。つば九郎岳から見てるね。はい、そのだから 2700m から、はい、からまだ高いんや。あで槍ヶ岳が日本で何番目に高いんや。4か5です。5かな。はあ、でもうこっちからあれを見た時に、私はあれに登ったんやって思ったら、すごい超感動です。
わやっぱ登らないとこの景色はね体感できないんですよ。そのまあこんなん言うたら本当にねその失礼な話ですけど、はい、その井上智代さんとね行かれてるのは別に悪いことじゃないですけど、はいはい、男性と登ってくださいよちょっと誰かさ浮くようなさちょっとこうなんかウキウキしながらさあ楽しそう、うん、ほらもうだって楽しそうやけどさ楽しそうだよもう楽しそう楽しそう、え鼻の下のここの溝がなくなるぐらい楽しそうやもんねなくなってほしい、ここがなくなるぐらい登り続けようかな、なくなるんだったらいやー楽しそうやわ、確かにええ写真やわ、はい、めっちゃいい。あーもう一回登りたい。いやでもそのもう一回登りたいの、やっぱ富士山の景色ともまた違うんですよ、やっぱりアルプスを一望できるっていうのがすごく魅力的な、うん、登らないと分かんないんだから、その こんなん言うたらマッチングアプリなんだろうね、って言うね、もうその山どうのこの趣味は山登りは言う人にねこれ何かあった時に助けてくれられません、男の人は。いやいや、女2人でさ、いや楽しいんですよ、友恵姉さんもね山男なんで、ね、もう山女じゃなくて山男、いやもう見た目がもう男みたいになりましたわほんまに、ね、いや本当に5月にビーチサンダル履いてましたよあれねっ会計なんです、はあ、なんかでもほんま嘘みたいなお写真ですね、うんうん、後ろ絵描いてるぐらいの、はい、ね、じゃ続きましてのお写真、はい、もう同じ山なんですけど、これはこれもあれ何わかりますあれと、あのイルカみたいな、そうなんです、イルカ岩っていうつば九郎岳にあるあの名物の岩なんです、ほんまにイルカに見えません、わかわいいね、そのイルカに見える、もうめっちゃ可愛くて、これをこうやって撮るのがなんかツーっていう、なんかこんなん言ったらいいけど Google の CM 出てきそう私は Google ピクセル、私は Google、 うん、服部秀子は Google をつけてます、 Google ピクセル、めっちゃ綺麗でした、これ、神秘的、下はでもこれ普通に砂の感じなの、岩場じゃないのね、いやちょっと岩場っぽい砂、あでも砂もそうですね、なんか砂場っぽい感じやね、なんか多分こう雨風にさらされて、つば九郎岳ちょっと丸みを、全部の岩が丸くなってるんですよ、おうおう、逆に槍ヶ岳はトゲトゲしいんですよ、はいはいはい、まあ、槍と言われるだけね、はい、本当にこう雨とか風とかの方向とか、はい、当たり方でこんなに変わるんだっていう、ちなみにこれ何県なんですか、これはですね、岐阜県、岐阜県、はーい、そう、またがってますね、岐阜と長野とかにまたがってる、またがってるところ、はー、つば九郎岳、はい、続きましてのお写真は、はい、これもつば九郎岳ですけど、うん、山ばっかりなんか、山ばっかり、山でもこんな美味しいケーキが食べれるんですよって、上で山頂で、大変やん、この人、やってある人アホとちゃうか、こんな、え持ってきてあんの、持ってくる、ちゃんとそういう人もいて、山小屋があって、そのつば九郎山荘という山が日本一なんか泊まりたい山荘って呼ばれてるところ、はい、ほうほうほう、でそこで出されてるケーキ、モンブランですか、コーヒーセット、なんかモンブランっていうのもちょっとなんか皮肉ってますよね、山でね、山でね、はあ、ね、山頂に、え、でもこれでも呼ばれるんですよ、ケーキはここで作ってんの、それとも下から持ってきてると思う、へえ、でもめっちゃ美味しくて、ちゃんと美味しくて、コーヒーそらそうやろ、こんな上、まあ、上の方まで来てさクソまずいやつだ、全然食べさせられたらやってるやつ誰やねんってなるだよ、ほんまクソまずくても美味しく感じますけど、いやいやいや、そう、もう糖分足りてないからだけやろそれ、コーヒーもちゃんとこだわりの、これまたこのカップも持って帰りたいぐらいの、ちょっと自分のところでハンコみたいなの押して、こんなね、ちょっと映えるようなおしゃれなものもありますよって、円山荘、円山荘、え、これでもさ、その持ってきはるのって、はい、めちゃくちゃ大変なんじゃない？大変やと思います。ね、大変だと思います。だってこれケーキなんて何人分ってなったら、はい、毎日毎日のことなんでしょう。うん、多分専用のこうカッポする人がいるんでしょうね。うん、要はだからウーバーイーツのあんなみたいなのを背負って、はい、上がってきはんの？上がって水も出えへんやんすよ、水。水もまた水ですよってきはんの？だと思います。大変やな。賞味何もしますのこれ、これセットで1000円ぐらいじゃないですかね、ああ安いね、はい、
え、こんだけ行けば景色見ながらモンブランでコーヒー飲んで1000円で行けんの？行けますよ。安すぎ。安いです安いです。え、ペイペイ使えんのこんなの？ペイペイ使えんの？現金のみです。あ、現金のみ。現金のみ。あ、でも現金は持てなかった。現金のみです。はあ。はい。これはでも格別やね。でも、はい、正直ね、もうコーヒー自分でやった方が美味しいと思う。それもそうなんですけど。ね。だってこれ登る何時間ぐらいかかるんですか？これは登るので5、6時間。あ、5、6時間かかるの？ゆっくり登ってとかですかね。ほんで、まあ上で、まあこうやってモンブランとコーヒー飲んで、はいはい、で、正直こんなん言いますわ。写真ね、2セットじゃないですか、はい、もうこれはね、男との写真やねん匂わせやねん、これね、これこそ彼氏とですかって言って、いや、どうでしょうぐらいの感じでええのに、もう答え出てしまってるから、はい、山の師匠と言って、山の師匠とね、はい、山の師匠ってもう、これぐらいの白髪の自信想像するわ。そうです。じゃ続きまして、次は山じゃないです。次山じゃない、はい、ああ次も山じゃないです。え、これ、あ、ちょっと、どうしゃいましょう、これ。これは、私といえば献血なんですけども、はい、これちょっと違う状況、え、ちょっとね、様子が違うんですが、はい、あの、私、骨髄提供しまして。ちょっともう、なんなん、もう、なん献血に飽き足りて。すいません、飽き足りて。え、もっと上行こうとしてるやん。飽き足りてないです。献血を介して、はい、骨髄提供をさせてもらう経験をしまして、もうぐったりするんじゃないのなんかあの骨髄提供ってあのイメージ的に多分ここの腰からあの骨髄穿刺してその抜くっていう手術のイメージあるんですけど、今ってもう一つパターンがあるんですよ。私がやったこれみたいにあの末梢血管細胞採取っていう、末梢血管細胞採取っていう、あの献血の成分献血みたいにこっから血液抜いて、うん、で機械にかけて造血幹細胞だけ残してあと戻すっていう、これを4時間やるんですよ。4時間っていう方法もあるんですよ。その両方あって患者さんに合う方でこっちも選べるんですけど、で決まるっていう。私はどっちでもいいですよって提示したんですけど、多分患者さん の治療の仕方はこっちが良かったので、あ、こっちっ、そういうのがあんねや。だからその、はい、もう、え、でもそれ患者さんって言っても、じゃあ、まあ、ドナーとしてマッチングするかせえへんかや。はい、でそのマッチングした人が、はい、そのいやこっちじゃなくて、はい、正味こっちの骨髄グンっていくやつでないと、はいはい、無理ですって言われたら、はい、そうなんですよ。やるってなるね。そうなんですよ。さっきマッチングするかどうかはどこで、その、まあ、骨髄バンクっていうところにドナー登録をして、うん、するやん、うん、であとは通知が来るのを待つみたいな。そのドナー登録したとて、そのマッチングはもうさっきその骨髄を提供してるわけじゃないじゃない。あ、そうです。あの血液を2ミリぐらい提供して、うん、で自分の白血球の型なんですよ。骨髄というか、輸血って A 型 B 型 O 型とか、あります、あります、赤血球の形なんですよ。でも骨髄提供は白血球の方なんです。これは勉強になりました。白血球の方が何千、はい、何百から何万通り分の1しか適合しないので、血液はいわば4分の1 で、はい、まあ、結合するけど、白血球は何万分の 1。はあ、なるほど。なのでドナー登録をしてできるだけこう可能性を広げてマッチングさせていく。それはでもそう考えたらそうしなあかんね。だってこちら側に対してそこまで負担はないんでしょ。なんかもう、うん、僕そうなんですよね。僕思ったんですよ、骨髄提供ドナー登録どのこうの言うた時には、うん、もうほんま取られた後、はい、うん、どないしゃれました、いや、うん、俺骨髄提供してきてぐらいの感じを持ってたから骨髄いや、そうやねん骨髄提供してきましたからってあのしばらくちょっとこんな状態ですけど、はいはい、徐々に回復すると思いますぐらい思ったちゃうよね。もうこっちやった人でももう次の日から仕事行けます。
でもなんかイリサー君も骨髄バンク提供してて、そうなんですよ。この間ね、あのイリサー君に、あのちょっとお金を渡さなきゃいけない時があって、何それ、あのチケットをあの買い取って、で2500円だったんで、まず2000円渡して、で、あーって500円渡したんですよ。で、ありがとうって言ってたら、イリサー君が、姉さんすいません、あのこれあの献血のコインなんですけどって言われて、おーおーおー、あの献血でもらって、あるアイス食えるやつ、アイス食べれる、食えよお前なぜ、何いつまで持ってんねんお前それ、結構セブンティーアイスやろ俺もこれで行ったわ、そうそうそう、お前思ったわ、もうコイン何で持って帰ってくるんだよ、あのもお前パチンコやろ使われるんだよ、もうお前アイスのコインを間違えて500円玉と間違えて渡しちゃって、で、イリサー君が献血のコインですって言って、なんでわかったのって言って、え、すごいねって言ったら、いや、実はね、僕もめちゃくちゃ献血するんですよって言って、おうおうおう、で、あ、そうなんや、私もそうそうって言って、あんま喋ったことなかったんですよ、まあまあまあ、喋ったことない、そうそうそうっていう話してたら、あ、そうです、もう献血もして、で、この間、あの骨髄提供もしてって言って、えって言って、私もしたって言って、こんな身近にいるの、いや、そう、骨髄提供してたよ、あいつ、おう、っていう話になって、こんな身近に献血と骨髄提供って、そう考えて骨髄提供ってなんかものすごく重たいものやと思ったけど、そうなんです、やっぱみんなやっぱちょっとしなあかんね、思いました、私も実際やってみたら、あれこんなに簡単にできるんだろう、4分の1は、まあ、そのこの間とかあなたに言われて、はい、そのこれも俺も行かなあかんなと思ってね、はい、その献血行ったんですよ、うん、そしたらね、あの初めにご質問ありますやん、はい、なんこの薬飲んでませんか言うてね、フィナステリド飲んでませんかって言うけど、あ、俺飲んでるわ、はいはい、あのすいません、フィナステル飲んでるんですけど、あ、じゃあ無理ですねって、これあのハゲ薬なんですよハゲ薬飲んで無理なんですよ、あの1ヶ月後来てくださいって、はい、飲まない、1ヶ月飲まなかったら来てください、あ、飲まない1ヶ月だったら来れるってなった時に、これを知った時俺衝撃を受けて、俺このハゲ薬を飲んでる以上は人助けられへんねんハゲ薬飲んでる人助けられへんねん助けてほしいと思って飲んでるのにな、もうこの助けてほしいと思って生えてきても人を助けられへんです、すぐ助けてあげてくださいって言っても、あ、1ヶ月後見てください、もう助けられへん、目の前の人こんな辛いことないわと思って飲むのやめました、え、やめたんですか、やめました、やっぱりね、はっきり出てきますね、やっぱ助けてほしくなってきましたよ、俺なんかまずは自分を助けてあげてください、そうなんですよ、いやでも別にまあまあそのね、あ、飲んでましたよそれは、その時ね、そのありましたよ、はい、でもそれよりも何よりも献血して1ヶ月行ってやりました、はい、ね、やった後、なんか飲み物飲むの飲んでくださいって言われますよ、はい、ね、飲み物飲むの飲むんです、ね、たくさん飲み物飲んでくださいって言って、で、終わった後ですよ、あちらの方でアイス、うん、あの好きなやつ食べてくださいってコインもらうの、先ほど言ったように、ね、12月や寒すぎるやろおい考え、あったかいもんくれ、なんやねん、なんかアイス食うか、12月に献血で、タラレさんもな、血なくなってない、体冷えてんねん。なあ、あれ考えろ、あれ。コイン持ち帰る気持ちが分かりますよ。いや、分かるよ。だからお前のせいだから。あれ、俺、持って帰ってもいいですよ。一個も聞いてないねん。いや、持ち帰っちゃダメなんですよ。ダメやろ？分かるやん。でも、あの、絶対行くから。あ、どうせね。いや、俺も行くよ。どうせ行くから。おう、また次買いよ。おう、ただ、森田兄さん。何？だん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 、アイスクリームの機械がなくなっていってるんです。え、そうだ。寂しそう。何変わってんの？何変わってんの？もうなくなってます。変わらずにそれ自体がなくなる。え？悲しいんです。ちょっとずつちょっとずついろんなあの献血ルームから姿を消していってる。セブンティーアイスが、はい、おい、そういうことやね。まあでもその別のものが来てるわけじゃなくて。じゃなくですね。あったかいものが。はい、いやね。もう善意ですからね、献血はね。そうや、全員や、全員は全員やけど、ボランティアです、ボランティアや、ボラ、でもボランティアなんやったらよ、ボランティアなんやったらなんかな、来てください的な感じの手紙くんねんな、あなたそろそろ来ませんかみたいなやつに、今このハガキを持ってきてくれたら、はい、何々をプレゼント、全員で行くねんこんなんなくてもと思いながらずっとカバンに入れてるわ、そのハガキ絶対持たんねえ、まあまあね、そんな日向子さんとね、本郷パパ隊ね、木曜日、はい、毎週木曜日ね、2人でやってる時、2人がいてる時ともあれば、2人がいてない時もありますけど、はい、メンバーバラバラ、バラバラかもしれませんが、ぜひね、なんぼこの2ヶ月に、はい、朝10時から、やってますから、
木曜日ですけどですね、ぜひ来ていただきたいなと思いますけどもね、はい、告知がありますよね。はい、あの千葉さんの、あ、ね、5月26日に、はい、日曜日に、はい、千葉ちゃんと新喜劇という、ね、あの千葉さんの初のグランド花月での単独イベントがございます、はい、それに私も出演させていただきます、はい、もうすぐで完売するそうなの で、ご検討されている方は急いでチケットをゲットしてください。いい、ね、範囲で売っております。お願いします。よろしくお願いします、はい、すごいよね。だ本人が手売りをほとんどしてなくて、すごいです。もう、ね、そうありたいですよね。いや、そうあるべきだと思うしね、うん、本当に、うん、ぜひともね、たくさんの方に来ていただきたい、はい、他なんか告知大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。ね、先ほども言いましたけど、本若パパ隊、毎週木曜日に、はい、10時と1時半、にね、まあ、劇場の前下でね、はい、やってますので、もしよかったら見に来てください、はい、このようなものでも面白いな、楽しいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か最後言い残したことございましたら、はい、はい、皆さん健康で元気に過ごしていきましょうということでございまして、セブンティーアイスがなくなる前に献血に行きたいと思います、はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。モルテンラブヨシー。